そこに書かれていたのは、任務日誌イノ1365、報告者なら差を持つ得意な存在である。攻撃対象の血を取り込むことで対象者と自分を殉職した。私がいいと言うまで飲んではいけないよ。何も恐れることはない。もうすぐ大切な人に会えるのだから。この合図でみんな一緒に。辰巳ちゃんはお母さんに会ったらどうするの？まず謝って、それから送ってみたいんだ。未来、皆を待たせてはいけないよ。ごめんなさい、でも少し不安なんです。黙っていたことがある。私にはこの世界と向こうの世界を行き来できる力がある。そして、といえば私の名前、父さんが尊敬していた将棋の天才トキ未来からもらったそうなんです。なのに私、将棋が未来。はい、嘘確定。トキ未来なんて実在しません。もちろん名前の意識を汚す気か。気にするな。早く聖なる水を飲みなさい。ちょっとピリッとするけど、ごめん。動くな未来。ガスに気づいていたとは。忍び舐めないでよね。せっかく黒手に入れるための生贄だよ。邪神様はみずみずしい血がお好きだからな。邪神様ってことはあんたたち。これで辰巳は呪われた。呪術九字総結。今や辰巳の体とこの人形とは完全につながった。私の意のままに動く人形となったの。者とは戦えないか。ぬるいな、ぬるま湯のようだ。殺しをためらう忍びなど何の価値もない。この人形と辰巳は血の呪いでつながっていると言っただろ。やれ辰巳、その女をぶち殺せ。はっ、リュウキ様、何事だ。おう、濃くて悪かったな。今ので5人、カガシ、お前は2人だ。え、ここでも張り合う気？当たり前だ、競い合ってこそのライバルだ。人形遊びって年でもないでしょう。よくせ。ここはお願いします。邪神様は私に不死身の体をくださるのさ。おし、気安くその名を呼ぶな。ヒダン様は邪神教の英雄、そしてこの私はその功績を継ぐにふさわしい男だ。そう思いど、妻の娘であるお前を私が殺す。そうすればこの龍騎は名実ともに第二のヒダン様になれる。なんという運命のお導き。時代に生まれてしまったことをね。もしヒダン様と同じ時に生まれていたら、私は肩を並べることもできただろう。だが今はどうだ。そんな奴らを捕まえたところで、命がけで戦っていた上の世代には追いつけっこないんです。今のような平和な時代に。聞こえますか邪神様、今から生贄を捧げます。
何せあのアスマの娘ですから、一人ずつとなるのだ。やった、この私がサルトビアスマの娘を殺した。おお、え、え、どういうことだ。あんたって、おい、カカシ、あいつは、し、け、幻術。しかしあの時確かに血の味が。ありえない、私は第二のヒラン様になったんだ。あのさ、いい加減現実を。分かったぞ、今見ているこの光景こそが現実。死にたいの。私は不死身だ。死ねえ、シャルトビ未来や。ルトン旋風剣。今の、ああ、大したんだ。私は不死身だ。全部嘘だったんですね。私たちを集めるための。父さんに会えるかなと思ったのに残念だったな、あのインチキな。これからどうするの。ふるさとに戻ってもう一度頑張ってみようと思います。母と暮らしていた時のことばかり思い出しちゃって。いいことあるのかな、この先。あるよ。え、ですね、そういうこと。これで一件落着だね。くれていたのか。あれから十何年も経っているんだぞ。カカシ、もういいんだ。何だって言うんだ。その代わりにいつだってお前が俺の隣にいてくれたじゃないか。それ以上望むことは何もない。俺たちも頑張ってきたもんだな。え、カカシよ、おかげとして一人の男として里のために力を尽くしてくれた。騙すって言えばさ、兄弟院の証言によるとな、あいつは偶然見つけた邪神教の資料を手がかりにいろんな儀式を真似ていたらしいんだ。その資料もどうも。すごい偶然だなとは思ってたんですよね。たまたま行った温泉旅行で大きな事件に出くわすなんて。たまたまじゃないよ。え、あたとも連携を取りつつな、キバ、テンテン、長寿の3人にも観光客のふりをして情報を集めてもらっていたというわけだ。君の任務はあくまで護衛だったからね。それにもし事情を話していたら、君いつもの獲物を狙う肉食獣の目で、さか邪神教崩れが関与してるとまでは思わなかったけどね。あの、帰り道ずっとこと細かに教えてくれてますけど。お、ボルト、どうだったんすか、六代目たちとの任務は。それがね、心境をぶっ潰して連続少女失踪事件を解決した。まあそんなとこ。マジで、あれ、そうでしたっけ。先生、忍びが守るべき玉の意味、私分かった気がします。がなさすぎでした。まっすぐなのがお前のいいところでもありはするがな。前を向いてこれからのことを考えるって決めたらすっきりしました。クイズの答え、忍びが守るべき玉は未来。正解だ。やった。やったな、気づいてねえんじゃねえかと思ったぜ。いやいや、なんとなくは気づいてましたよ。気づいてたけど、いわゆる、
サルトリ・アスマの娘。私の名前は